地層処分。地層処分とは、原子力発電所から発生する使用済み燃料の再処理の際に発生する高レベル放射性廃棄物や TRU 廃棄物の最終処分方法の一つである。放射性物質の濃度が高く、半減期の長い放射性物質を含むため、人が触れる恐れのない新物地下に、これを埋設することであり、低レベル放射性廃棄物の処分である。 サジ中処分とは区別され、原子力発電、核兵器開発などの工程で生じた高レベル、放射性廃棄物はその生物に与える脅威から、生物症からの隔離が必要となる。生物症からより離れた実用的な手段として、地層処分が20世紀後半から考慮されている。地層処分においてはいかに人類を含む、生物生活環境からこれら廃棄物を遠ざけるかが、 考慮され、何段階にも及ぶ防御、バリアを施した埋設処分が検討されている。高レベル放射性廃棄物はガラスによって固化し、ガラス固化体、30年から50年の中間貯蔵を、経た後に、オーバーパックと呼ばれる金属などの容器に封入され、地下深部に埋設される。地層処分の安全性を確保するため、人工バリアと、 天然バリアと呼ばれる多重バリアシステムの概念が用いられている。処分施設の計画や建設が進行中である2011年時点で高レベル放射性廃棄物のための地層処分施設に完成したものはない。放射性廃棄物の処分には以下の地層処分、浅地中処分がある。日本では地層処分において以下の4段階の遮蔽措置、 バリアが検討されているが、最終決定には至っていない。人工バリアは放射性物質を生物環境から隔離するために設けられる障壁のうち、最も内側にある、第1から第3の機能である。使用済み核燃料の再処理工場から出る、高レベル放射性廃棄物は濃縮され、ガラスに誘拐させ、ステンレス製、肉厚約5ミリメートルのキャニスター。 直径約4 3トル、高さ約1 3 4センチメートル、容量170リットルの中で固化する。ステンレス製、キャニスター、ステンレス鋼、スースの他耐体熱鋼、スーを用いる場合あり5ミリメートルは、貯蔵期間中の腐食を考慮し余裕をも捨てている。ガラス固化体、賞味体積150リットル、賞味重量約 400kg は、発熱量が、 平均 2.0kW、最大 2.5kW であり、30から50年間冷客のために、地上施設で管理貯蔵された後に、地層処分される。地層処分に際しては、ガラスコ課題の入ったステンレスキャニスターは、直径約8 0センチメートル、高さ約1 7 0センチメートル、壁高約1 9センチメートル、重さ6トンのオーバーパックと呼ばれる、金属容器に収納。 密閉される。材料には炭素鋼、チタン、銅が検討されている。このオーバーパックにより千年間の遮蔽を目指している。さらにその周りを厚さ約70センチメートル粘土製の干渉剤ブロックで囲み、地下水や放射性物質の漏出を遅延させる。最後のバリアが地下数百メートルという岩盤による遮蔽である。第一第二バリアが腐食、破損し、 放射性物質の漏洩が始まってからも地層により地上への拡散を何万年も抑え込めるという想定ある。20世紀後半から各国で様々な思考が繰り返されている。岩塩層、霊岩層、加工岩層などが候補地に選ばれ試験施設が建設された及び建設中。岩塩層はその過疎性、プラスティシティによる 亀裂自動修復効果が期待されているが同時に、その過疎性による岩塩ドームの崩落など不安定性も有料されており、また耐水性に難がある。霊岩層は岩塩層同様に天塩性、ダクティラティによる亀裂修復効果が期待されている。加工岩層は岩塩層や霊岩層に比べその堅牢性。 安定性が評価されているが亀裂の修復は期待できないなど一長一短がある。地層処分地は一定期間を立体的保護区として監視し特定行為の制限などの対策を講じる。時間の経過に従い管理の度合いを段階的に排除し最終的には人間の管理から離れることになる。高レベル放射性廃棄物は30から50年間の中間貯蔵の後 新地層埋設処分される。埋設地選定。施設建設から数十年から百年間の創業。廃棄物の搬入された後に、施設は埋め戻しされ地層処分作業は終了するが、埋設地周辺の管理は、その後長期にわたり継続される予定である。高レベル放射性、廃棄物の放射能は時間とともに、減衰するが無害のレベルまで崩壊するには、 数万年以上の時間が必要であり、地層処分の不確実性によるリスクは、期間の増大とともに増えていく。地層処分が検討され始めた当初は、施設封鎖後千年間ほどの情報管理が必要と考えられていたが、現在では、可能な限り長期間とより長い努力目標に変わってきている。仮に千年間の情報継承としても、日本の歴史に例えると、 平安時代の終わり、1192年頃から、幾多の災害、戦争、政変などを乗り越えた現在よりもさらに100年以上、先の22世紀の終わり、2192年頃まで、埋設施設の情報を引き継ぐことに相当する。たとえ情報が引き継げたとしても、民族や国家が滅亡するというケースもあり、存続していたとしても22世紀には、 世界人口の減少が始まり、世界的な超高齢社会に突入するという予想もされているため、これらの可能性も考慮されなければならない。米国では、ユッカマウンテンの処分施設、2011年時点で計画凍結の管理期間を100万年としていた。ヨーロッパ各国では、地層処分施設の管理期間を10万年としている。10万。 100万年という地質時代の規模での管理を想定した場合、施設の継承は元より情報の継承すら困難が予想されるため、口術のような対策が行われているが、その有効性については不明な部分が多い。日本で計画されているステンレス製のキャニスター1本のガラス固化体、賞味体積150リットル、賞味重量約 400kg の放射能は、 約 4X10 ベクレル、最大 4.5X10 ベクレルで、その放射能は50年、一時冷却保管後に、半減、100年後に1、10、1000年後に1、400、1万年後に1、2000、10万年後に1、6000の、約 7X10 ベクレル、100万年後に1万分の、1の、約 3.5X10 ベクレル、5000万年後に500万分の、1、 10兆年後に 5.5x10 ベクレルへと減少していく中域期日の放射能の減衰の数値は原点のグラフを目測したもので正確な値ではない。2009年の時点でのガラスコ課体の日本での在庫は日本原年、再処理事業所2445本、東海研究開発センターに247本であった。東海研究開発センターには他に ガラス国化処分待ちの380立方メールの高レベル放射性排液があった。将来世代による処分地への意図しない接触を抑止し、意図的な接触を行うか否かの意思決定に資する目的で遠い将来まで残し得る記録媒体の開発及び方向性は逆であるが、考古学的な視点をめた記録保存の研究も行われている。 保存されるべき情報のレベルは以下のように区分される。地層処分の研究開発は1976年より実施されている。1992年に動力炉、各燃料開発事業団現日本原子力研究開発機構が地層処分の技術的可能性を示した。地層処分の技術的な信頼性を高めるために茨城県東海村に 地層処分基盤研究施設、放射性同位元素を使用しない施設における研究開発を1993年より実施した。さらに、地層処分放射科学研究施設、放射性同位元素を使用可能な施設を建設、開設した。両施設における研究成果を取りまとめ、各燃料サイクル開発機構、現、 日本原子力研究開発機構は999年に地層処分の技術的信頼性を示した。この成果を受けて実際の日本の地下深部に関わる研究を実施するため2001年に滅野部深地層研究センターを2002年に水波町新地層研究所岐阜県水波市の建設に着工し地層処分や深部地下環境に関わる研究が実施されている。 高レベル放射性廃棄物は1996年3月時点でガラスコ化体に換算して1万2000本相当が溜まっており2030年には7万本相当になると試算されており地層処分施設では5.6から7キロメートルの用地を必要と見積もられている2010年3月末時点で 日本国内には処理の済んだガラス固化体船338本が日本原燃6カ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターで保管されている。日本原子力研究開発機構を洗い研究開発センターには200リットルドラム缶換算で28,836本相当の処理待ちの廃棄物が保管されている。日本は 地震が多い火山国であるが、それでも地層処分の条件である例えば地下水が少なくかつ断層のない安定した地盤の保持派としては宮城県や福島県のようにあり、問題は住民の理解が得られるかにかかっている。石炭層は地下水流量が多く適さない。日本では地震や火山噴火等に耐える強固な施設でなくてはならず。 地下水にも汚染がないよう地下300メートルの箇所に多重バリアを引いて処理する手法が提示されているが、場所の選定からして大変であり、候補地の目途すら立たない状況にある。地層処分施設検討、応募状況も参照。岐阜県水波市のジャヤ、水波超新地層研究所では2007年11月現在、将来の高レベル放射性廃棄物の処分地を決める。 上で必要となる技術を研究するために、地下深く、縦穴、縦子を掘っている。2本の1000メートルの穴を掘り、100メートルごとに地下水の動きや地震の影響を記録する装置を設置する予定である。北海道ノ延町でもジャヤにより同様の施設の建設が進んでいる。地層処分施設及びその周辺の管理機関に関して、 原子力委員会は1998年、平成10年の報告の中で、にウラン鉱脈を持つカナダでは、ガラスコ火体は、1万年後には、ウラン鉱と同レベルの放射能にいる、地中のウラン鉱脈が地表に影響を与えていない等から、当時は1万年を管理機関としていたことから、日本もそれに倣い1万年を管理機関とするよう勧告していた。 アメリカ合衆国でもネバダ州人口密度は北海道の1、7のユッカマウンテンに計画されていた地層処分施設の管理期間を当初1万年としていたが2009年には管理期間を100万年に変更したヨーロッパ各国では地層処分施設の管理期間を10万年としているガラスコカ体1本直径約40センチメートル 高さ約 130cm の放射能は、約 4x10 ウェクレルで1万年後に1、2000の約 2x10 ウェクレル、10万年後に1、6000の約 7x10 ウェクレル、100万年後に1万分の1の約 3.5x10 ウェクレル。注意、期日の放射能の減衰の数値は、減点のグラフを目測したもので正確な数値ではない。 高レベル放射性廃棄物は九百九十六年三月時点でガラスコ課体に換算して一万二千本相当が溜まっており二千三十年には七万本相当になると試算されており地層処分施設では五点六から七キロメートルの用地を必要と見積もられている二千九年時点ではガラスコ課体千六百九十二本と処理待ちの百八十立方メートルの 高レベル放射性廃液の在庫があった。ガラスコカ後の高レベル放射性廃棄物が、ウラン鉱石と同じ放射能レベルになるには長期間、かかる。長寿命各種の分離変換、軍分離、消滅処理の技術が確立した後実施をすればこれが、数百年もに,に短縮されるが、地層処分の必要性を変えるものではないと、考えられている。2002年より、 原子力発電環境整備機構、n モが地層処分を行う場所を公募開始。2028年までに調査を終えて処分地を決定。2038年までに処分を開始するタイムスケジュールとなっている。処分場の設置にあたっては関連施設の誘致などが見込まれ、疲弊した地方の自治体には興味を示すところは少なくないとされる。ただし、 有地を表面化させた場合、周辺自治体等からの猛反発は避けられず、水面下での検討を余儀なくされている。地層処分に関して自治体への援助は、その地域の文献調査、過去の地震等の調査の実施に対して、年間2億1、0円が交付される。また、概要調査地区、地層の実際の調査では、年間20億円の電源立地交付金が給付される。 地方交付税の大幅削減の状況下で財政再建に苦しむ自治体ではこの交付金目的で調査に応じる場合も思いされている。原子力発電環境整備機構では公募開始後、応募があれば対応するという受け身の活動であったが2005年以降は要員を増強し地方へ長期出張して説明会、勉強会を実施するなど 能動的応募獲得活に移っている。下記の検討、応募状況以外にも多くの自治体から原子力発電環境整備機構、ヌもへの問い合わせがある。2017年7月28日、経済産業省資源エネルギー庁は地層処分の適、不適の別を記した科学的特性マップを公表した。括弧内は2011年の推計人口、 廃止自治体は、廃止時の人口、新地層への放射性廃棄物の保管は20世紀、後半から各国で研究、試験は行われてきた。主な施設を以下に挙げる。貯蔵施設には、将来の搬出を考慮したものと搬出を考慮しない永久埋設がある。より詳細は、英語版を参照。元縁行動を流用したもので閉鎖までに、グランプルトニウムを含む、 中、低レベル放射性廃棄物が搬入された。低レベル廃棄物ドラム、容量100から400リットル125,787本、ウランプルトニウムを含む、中レベル廃棄物容器、容量200リットル。搬入時点での放射能は、累計 4.6X10 ウェクレルに上る、参考地、チェルノブイリ原発事故による、放射性物質放出量水 14X10。 岩盤から行動が受ける圧力によって岩塩層に自動修復能力を超える亀裂が入り20世紀末からの地下水進出によりその放射能汚染や岩塩ドームの溶解による行動の崩落が危惧されている2008年時点で1日11.8立方メートルの地下水が行動内に流入しており地下構造物の強度の劣化も観測されていることから 安定化遮蔽作業が継続されているが、根本的解決には至っていない。岩塩行動を流用したもので閉鎖までに、中、低レベル放射性廃棄物、総量36,753立方メートル、0.38、X10 ベクレル、が搬入された。こちらも尺と ASSE、通道用に地下水進出、岩塩道無崩落が危惧されている。 岩塩ドーム崩壊などの防止のための施設の安定化遮蔽作業はの流し込み等によって行われており、2011年継続中要は22億ユーロと見積もられている。閉鎖された鉄鉱石の行動で2013年の創業開始を目指し改装中である。中、低レベル放射性廃棄物、総量3300万300立方メートルの容量を持つ。 有力なウラン産出国であるモンゴルにおいて各廃棄物処分場を建設する構想が国際協調の名のもとに検討された。2010年9月に米エネルギー省とモンゴル政府の協議が始まり2011年2月には日本が参加、その後アラブ首長国連邦 UAE も加わり秘密裏に交渉が続いていたが計画が報道されモンゴル国内で 反対の動きが高まり、2011年9月には計画は撤回された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。